最短でできる監督になるコツ。さあやってもらいました。今回も建設業を持ち上げる TV ということで、私ライズプランの武田がお送りさせていただきます。今回のお話はというと、最短でできる現場監督になるそのコツを伝授しますということでお話をさせていただきます。まあ、現場監督というのは、まあ、この職業柄というか仕事柄、成長速度が非常に遅い、まあ、業種になります。まあそうですね、繰り返し学習というものができないからっていうところもあるんですが、まあ、そういう意味では事務職みたいなね、アルバイトみたいなね、そういうものとは全然、まあ、質が違うんですよ。だからなかなか成長がね、スカ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 ッと上がっていくというようなことができない、業種だったりします。でそこをね、しっかりと、まあ、理解していけば、まあ、頭の使い方をそれを変えていけば、まあ、その中でも、飛躍的に成長できる人間というふうにはなることはできます。で今回は僕はその方法というものを教えさせていただきます。でこれに早く気づいた人こそが早く仕事ができるようになって、早く仕事ができるということは、まあ仕事を理解するわけですから、仕事自体、業務自体が多分楽しくなってくるんじゃないかなというふうに思います。ですのでこの動画を最後まで見ていただくことによって、誰よりも早い期間でできる監督になるそのコツというのを、得ることができるというふうになりますので、ぜひ最後までご視聴いただければなというふうに思います。はい、それではお話をしていきましょう。まずは、先ほど言いました、事務職とは違いますよっていうふうな話なんですけど、ちょっとまあ、事務職っていうのを一緒くたにしたので、いや、そんなことないぞっていう文句があるかもしれませんが、僕のね、主観的なものもあるので、その辺はご容赦いただければなと思います。例えば、事務職、書類を入力して、整理して処理していくみたいなね、まあ、経理に近いのかな、わかんないですけども、そういうような事務作業があったとしますよね。で、その事務作業をやった時、まあ、その時一番最初にやってみろと言われた時には多分わからないんですよ。わからないからわからないなりに悩みながらやりました。じゃあ、その仕事が、ほぼ同じような仕事が次に来る機会はというと、まあ次の日だったり、次の週だったり、遅くても次の月には、おそらく同じような処理をすることになると思うんです。だから、自分のやっている記憶、まあ、やっていってつまずいたとか、そういうような記憶が消えていく前に、もう一回同じことを繰り返すことができます。まあ、これを反復作業というふうに言うんですが、繰り返すことができると、前回できなかったことを、今回はできるようになっていく幅が広がるってことです。そして、それを3回、4回、5回、10回と繰り返していくうちに、だんだんと、理解、その内容を理解して、処理スピードが上がっていきますよね。っていうふうに、仕事を覚えていくっていうことなんです。これは、事務職っていうふうに言いましたが、まあ、アルバイトの働き方っていうのはまさにこれで、ここからここまでの仕事を、効率よく進むための、まあ、マニュアルに沿って、覚えていく。で、それは同じことを繰り返す結果、早く飲み込むことができて、この範囲は、3日4日経てばある程度はできるようになるよねっていうような、その働き方に非常に似てると思うんです。じゃあ、現場監督の仕事はどうかというと、そういうわけにいかないんですよ。で、例えばですが、掘削作業を、段取りしてみろと。いうふうに言われたとします。で、僕が一生懸命ね、いろんな業者さんと打ち合わせをしながら、こうやって掘削をしてってやっていくと、やっぱりね、ミスすることもあります。これどういう意味だって分かんなくなることもあります。結局、つまずくんですよ。で、つまずいたことを、なんとか、払拭してクリアしました。掘削作業が終わって、あ、やっと捨て込んだ説まで来たってなった時に、さあ、じゃあ、その、作業を、もう一回、繰り返したら、きっともっとうまくできるようになると思いますよね。じゃあ、その掘削作業、次いつ出てきますかっていうふうに考えると、次の掘削までないんですよ。なぜなら建物は、掘削は1回しかないから。掘削をして、基礎を作って埋めて、で、建物の上を建てていくっていうのはプロセスがありますから、次の建物が、この建物が完成して、次の建物が始まって一発目にならない限り、掘削作業というのはしないっていうことになりますよね。つまり、反復するためには、早くても半年後。遅いと、2年3年後に、ようやくこの間やった掘削作業の反復ができるということになります。だから、そんなの忘れちゃいますよね。ということで、現場監督というのは、繰り返し学習ができない。
ていうことになりますんで、なかなか覚えるのが、時間がかかるんだよね。だから5年10年一人前になるためにはそのぐらいかかるんだよというふうに言われるのは、これが理由だというふうに僕は理解しております。まあただそんな中ですね、僕は最短距離で成長する方法を教えますと言いましたが、じゃあどうやってその最短距離というのを、まあ見極めてじゃないか、やっていけば最短でねできる現場監督になれるんだというようなお話になっていきますが、今回はこれで結論から先にお話しますね。結論としては覚えるなっていうことなんです。はい、なかなか意味深な感じで終わり、次に前のチャプター切りましたが、皆さんは例えばですよ、例えばじゃない、ちょっと思い返してください。皆さんは数学の公式って覚えてますか？まあ覚えてるものもあるかもしれませんね。だけど僕はほとんど覚えてないんですよ。ただ僕はめちゃくちゃ数学が得意でした、中学校高校の頃はね。でだけど公式っていうのは基本的にまあ回数こなしたから頭に入ったのはありますけども、そんなものは基本的には覚えなくてもいいと思ってる派だったんです。なぜかというと、その公式の割り出し方の方が重要だと思ってたからなんですよ。要は丸暗記したとしても1個数字が間違ってしまった、間違って覚えてたとしたらもう使い物にならないものになるのが公式というものなんです。だけど割り出し方、まあ、そのね、成り立ちというものが分かっていると数字というのは間違えようがないというふうに思っていたんですよ。だから成り立ちを覚えるっていうふうに僕はね、注力していったわけですよ。で非常になんか難しいことを言ってるようなんですけども、要は数学の公式を覚えるって言ってもそれは無理があるよね。だから根本を抑えてほしいっていうことなんです。これは仕事も同じで、現場監督にとっても同じですが、まあ、違う職種にとっても全く同じ、生活するのも全部同じなんですが、基本的には上辺の数字、上辺の出来事に左右されずに根本を抑えろというのが僕からの今回の大きなメッセージになります。例えばということで、掘削の話を先ほどしましたから、まあ、掘削の話でいきましょうか。例えば掘削の大きさ、上から見下ろした時の大きさが 2500×2500、 2.5m×2.5m の大きさで掘削をしなさいというふうな、指示が下ったとします。まあ、その時にね、2500×2500 なんだって覚えると思うんですよ。で現地にここどのぐらいで掘るのって言われて、あ、 2500×2500 ですって言うと思うんですよ。でもその数字を覚えることには何の意味もないんです。それを丸暗記したところで、次の現場では全く生きないですし、そもそも次の現場に行った時なんて覚えてるわけないですよね。で違う現場に行ってもその数字は全く使えないんです。だから覚えた分だけ、ま、意味がないよねっていうことになるんですよ。まあそうだな、その現場にとっては意味あるかもしれないですけどね。だから、そういうことを覚えてもしょうがないんです。で根本を抑えてほしいんだよね。じゃあその根本って何っていう風なのを割り出すためには、皆さん頭の中で一生懸命その時考えるということが重要です。 2500×2500 で掘れと言われたが、なぜ 2500×2500 なんだろうかっていう風にその時一生懸命考えてみてください。そうすると、そこに入る基礎ベースの大きさが 1500×1500 だから、50センチずつ大きくして2500×2500 で掘るんだなっていうことがわかるんですよ。これが根本ではないんです。ここまで行ったとしても結局は 1500×1500 っていう数字を覚えることになっちゃいますよね。結局意味がないんです。そうじゃなくてもう一個進みましょう。 1500×1500 にプラス50センチ50センチするから2500なんだなってなった時、なんで50センチか50センチ50センチを大きくするんだっていうふうに考えるんですよ。そうすると、型枠屋さんが作業をするときにピタピタだと、自分たちがね、外から作業、釘を打ったりしなければいけないわけで、その作業ができなくなるよな。だから、要は型枠屋さんが作業するスペースとして50センチの幅がね、余計に必要なんだというふうに理解することができるんです。この時根本として出てきた答えは、つまりは作業スペースが別に必要だっていうところ、ここが根本なんです。言ってしまえば2500なんていう数字も1500という数字も、なんなら50センチ大きくするというその数字も何の意味もないんです。そうではなく、作業するスペース分大きくするんだというふうに理解すること、これが根本なんですよ。
ここを抑えるということが何よりも本質ということになります。はい、なんとなく理解できましたか。要は作業をするという時には必ず人間がその例えば何かを設置する時にもその外側、その周りから何かね、人が作業しなければいけない、そのスペースというのは必ず必要になるわけですよ。例えば外壁、隣の建物の外壁とね、うちの建物の外壁が5センチしかなかったとしますよね。で、ここを塗装しなさいってもしも書いてあったとしてできませんよね。なぜですか？それは作業スペースが必要だからっていうことを、その根本が分かっていれば見た瞬間にいやこれ不可能でしょって言えちゃうんですが、それがね、この本質が分かってない人にとってみると、図面を図面として捉えてしまって、ああそうか、ここは塗装なんだなって思うんです。これが要は本質が理解できていない丸暗記の状態ということになります。この本質、例えば掘削をするときには作業スペースが必要なんだなっていうことではなくて、作業スペースっていうのは必ず必要なんだという本質を抑えれば、当然その掘削のときに50センチ取りたいけど取れないってなったときに、50センチ取れないんです、どうしたらいいですかではなくて、40センチしかないんだけど作業なんとかできますよねって聞くことができるというかね、そういうふうに考えることができるんです。ということは1メートルだからうわ失敗だではなくて、まあ、1メートルでも作業はできるからいいかっていうふうに判別することができるようになるということです。これが応用力ですね。この応用力というものは、つまりは本質が分かってるから、応用することができるんです。そして掘削に限ることではないですよね。例えば石膏ボード、まあ、内装のね壁材を貼るというときに、その貼るスペースが限りなく狭かったらどうでしょうか。できないよねっていうような判別ができるんです。つまりこの作業スペースが必要だという考え方を持って、設計図面だとかを見ていくと、そうか、こういうここの体勢からビスを打つんだなとか、ボルト締めるときにこのぐらいのスペース必要だよなっていう、その根本が分かってるから広がってくる応用というものが見えてくることになるんですよ。で、例えばですけども、30センチピッチで、300ピッチでビスを止めなさいという指示があったとしましょう。で、それもなぜなんだというふうに考えていくと、より強固に、固定しなければいけない。要は落ちてこない、そのね、重たいものを止めつけるのに、落ちてこないピッチが300ピッチ、まあ、そのぐらいだったんだろうなっていう数字はどうでもいいんです。落ちてこない、しっかりと固定するということが重要だということが本質だとわかりますね。例えば、鉄筋屋さんをね、鉄筋屋さんの鉄筋を移動するのにクレーンを手配するって言われた時に、あ、クレーン手配しなきゃいけないんだではなくて、それはなぜだと考えていくと、時間と労力を、削減して運搬する、効率よく運搬するためにクレーンが必要なのですよということがわかります。これが本質なんであれば、効率よく運搬するんだとしたらクレーンである必要はないよねっていうふうな考え方もできるんですよ。もっと違う方法の方がより効率がいいものかもしれないですね。場所によっても条件によってもクレーンが一概にいいとは言えないんですよ。だけどクレーンがいいものだっていうふうに理解してしまうと、丸暗記してしまうと応用が効かなくなるんです。こういうふうにして、とにかくどんな事象でも、どんな事例があったとしても必ずその数字だとか上辺の、状態に惑わされることなく、なんで、なんで、なんで、このなぜをしっかりと考えていける人間こそが、一つの記憶で丸暗記してこの時で使い捨てていくような知識ではなくて、一つ覚えてその時には考えて考えてが時間かかるかもしれません。だけどここの本質を抑えることによって無限大に広がっていく他の部分にも波及する知識を手に入れることができるんですよ。だから最初のスタート地点では数字だけを抑えている人が一瞬抜きに出ていきます。で、こっちは頭で一生懸命考えてるので停滞しているように見えるんですが、この考え3年後5年後の方にどんどん知識を先送りしているような考え方になりますよね。で、ここは一回使ったらもう二度と使わない知識をひたすら覚えては捨ててなので、どこかの段階で止まるんですが、こっちの根本を抑えた人間は一気に飛躍して、そうですね、2年3年ぐらいやっていくと、もう考え方は所長と同じような目線で見ることができるようになるぐらい圧倒的な差がつきますっていうふうに僕は思ってます。で、僕の後輩にも、そういうふうな教え方をした後輩は飛躍的に伸びていっているふうに僕は感じますし、結局ね、その根本が何なのかというところを意識的に早く見つけ出せる人間というのが
一気にいろんなことを理解することができて幅が広がっていくよね。でちょっとしたことでもすぐ解決する策を見つけ出すことができるのも結局はこの応用力、根本を抑えたからこそ見えてくる見地というのが重要だということになるんですよ。今あなたが先輩からやりなさいというふうに言われているその仕事、安全日誌だろうと KY ミーティングだろうと何でもいいです、ゴミを拾ってこいと言われたその仕事でもいいです、それはなぜやっているんですかっていうところをどんどん掘り下げていって、あ、こういうふうな意味によって自分は今この仕事をしてるんだを理解すれば、今やっているあなたの仕事が意味があるということも理解できますし、違う方法でもできるんじゃないかなっていうことが見つけ出せることにもなるんです。強いては、早く帰ることにも働き方改革にもつながってくる考え方だと思いますので、ぜひ皆さん若手なんであれば今日からでもぜひ実践していただいて、この根本を抑えるという考え方を意識的に学んでいっていただければな。そうすると、この業界だけじゃない、どの業界に行っても、もしも明日この自分の会社がね倒産してしまったってなったとしても、どこに行っても通用する根本の考え方というのを学ぶことができますので、ぜひ、これを参考にしてですね、飛躍的なスピードで成長していってほしいなというふうに思います。はい、今回は最短で現場監督になる、最短でできる現場監督になる、そのコツっていうのをお話しさせていただきました。ですね、最初は時間かかるんですよ。だけど、どこかの段階で一気に抜き去りますっていうタイミングが来ます。そこまでは、諦めないで、その考え、その問いかけというのを繰り返していくんです。癖をつけるんですよ。癖をつけると、いつかどこかで爆発する時が来ます。今の知識だけを、今の上辺だけの数字を追いかけている人はいつまで経っても、同じことを繰り返して成長がないということになりますので、ぜひこのね根本を抑えるというのを意識的にやっていただければなというふうに思います。このように、中小建設業の特にね若手にとって、役に立つような配信をどんどんとしていっておりますので、よかったなと思えばぜひチャンネル登録をして、また次回のね動画をお待ちいただければと思います。でまた、いいねだったりコメントだとかも書いていただけますと、こちらの励みにもなりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。そんな僕は、今ですね、現場も今運営しております。でその他に若手の教育みたいなものをリモートのね、Zoom の中でやらせていただいたりだとか、デジタル化、ペーパーレス化みたいなものをサポートさせていただいたりっていうような業務をさせてもらってます。動画をね使って教育するっていうものも、動画販売も行っていたりもしますので、いろいろ動き回っておりますが、気になる方がいれば、動画で教育革命っていう風に調べていただければなという風に思ったりします。はい、ということで、本日の内容につきましては以上になります。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ご安全に。